本校は、キエフ大公国中に、複数の公国が分立した時代についてまとめたもので、ある。歴史学上、諸公国が独立国化した12から13世紀は、分量性時代、あるいはソ連期の遺物論的歴史観による歴史区分に基づき、封建的分立期と分類されている。この区分は、 強権を有したキエフ大公ムスチスラフが死亡した1132年をその開始年とみなす。また、1230年代後半のモンゴル帝国軍の侵入の後、西方からのリトアニア大公国、ポーランド王国の拡張によって、キエフ大公国領の数割が流陸町出身者以外の統治下に置かれるという形で終了することになる。この時期の流陸町に連なる諸行羅は、 自身の世襲領となった広告を経営し、子孫に継承していった。なお、キエフ大公国は国家としてモンゴルのルーシ進行まで存続したとみなされている。便宜上、諸公諸公国の名称、歴史的用語はロシア語に基づくカタカナ語表現を用いている。ウクライナ語、ベラルーシ語についてはリンク先を参照されたし、また、 本校で扱う時期を分量制時代と表現している。11世紀初頭から12世紀初頭のキエフ大公、国領戦132年以前にも、キエフ大公国の統一性を危うくする事変は生じていた。11世紀初めのキエフ大公であるウラジーミルは、自身の12人の子を、粒子各地の主要都市に配置し、キエフ大公国を統治した。しかし千十五年に、 ウラジーミルが死ぬと、ノブゴロドを治めていたヤロスラフと、トゥーロフを領有するスブヤトポルク、トムタラカニノムスチスラフら息子たちによる政権闘争が勃発する。最終的に、この闘争は、ヤロスラフの勝利で終わるが、この時期に、ヤロスラフの兄弟の一人であるイジャスラフの子孫が、当時、継承するポロツク公国が、独立路線を取り、 キエフ大公となったヤロスラフの支配下を離れた。以降、ポロツク公国は他の地域の公国同様、いくつかの分量公国を生みながらも、モンゴルのルーシ進行以降のリトアニアの拡張まで、イジャスラフの子孫による統治が行われた。なお、ルーシの年代期は、ポロツクイジャスラフ家の諸公を、ログボロドの子孫と記している。ポロック公国は、ブリャチスラフ、フセスラフと、 親子間で行為を継承しながら、ヤロスラフとの闘争を続け、ボロツク公国の自立性を高めていった。1054年に、ヤロスラフが死亡すると、キエフ大公国は再びその息子たちによって、分割相続された。すなわち、最年長のイジャスラフが、キエフ、ノブゴロド、トゥーロフを、スビアトスラフが、チェルニゴフ、リャザン、ムーロム、トムタラカニを、フセボロドが、 ペレヤスラブリ、ロストフ、スーズダリオ、ビャチェスラフがスモレンスクを、イーゴリがボルイーニをそれぞれ相続した。彼らは各地を領有する公であり、公のうちキエフを領有する者は、大公の称号を冠した。これらの行為は、当時の継承法に従って、年功序列に従って継承された。これは、仮に誰かが死亡した場合、その年下の者がその行為を継承し、 有していた行為はさらに年下の者に上渡するという一族間での移動を行うものだった。この継承法は流陸町内のある系統による領土の占有、独立を防いだが一方で親子間での継承も行われたため、叔父甥い間の相続争いや継承権を得られないものも生み出した。1097年。 公の一人ウラジーミルによって、リューベチ諸公会議が行われた。この諸公会議は、同年まで行われた諸公間の継承戦争を終結させ、諸公の所領を再確認するとともに、その所領を世襲領として子孫に継承させていくことを決定したものであった。リューベチ諸公会議の決定事項は、結果的には、キエフ大公国の政治的分裂の始まりをも意味し、 各地に独立した公国が生まれる一員となった。ただし、キエフ大公位についたウラジーミルモノマフの統治期、その息子、ムスチスラフベリーキーの統治期は、キエフ大公国は安定した時代となった。しかし、1132年のムスチスラフベリーキーの死後、諸侯を巻き込む権力闘争が再び行われるようになる。ノブゴロド第1年代期は、1134年の、 公においいてててルーシののすべての地が分裂ししたと記している例えば12世紀半ばには、ムスチスラフのコイジャスラフと、ムスチスラフの弟ユーリートの間で、キエフ大抗位をめぐる、権力闘争が繰り広げられた。ムスチスラフ以降、長期的に政権を保ったキエフ大抗は存在せず、同時に、ルーシ各地の諸公国内での独自の統治、継承が行われていった。12世紀の半ばには、 ルーシの地には十数の広告が成立していた。年代記では各広告の領域はゼムリャーと記されている。これら諸広告は公家貴族、あるいは民会による統治が行われ、時には武力衝突を含む諸広告間の権力闘争が行われた。また、各広告内で依然として兄、弟間の相続も見られた。さらに、 成人男子全員への分割相続制が行われたことによって各広国内に分量広告が形成されさらに細分化されていった広告によっては分量制時代以前に年長順番制による公の移動も行われていたが分量制時代には原則的に流陸町内の各系統の中での相続が主となった各系統と相続した広告を図示すると以下のようになる 1237年の諸広告。地図上部、左寄り引く緑、ノブゴロド広告、桃、ウラジーミル大広告中部、左寄り主、ポロツク広告、木、スモレンスク広告、紫、チェルニゴフ広告、緑、ムーロム広告下部、左寄り引く大々、ガーリチ・ボルイーニ広告、緑、トゥーロフ広告、青、キエフ広告、主、 ペレアスラブリ広告単一の系統間で、相続されなかった広告としては、ペレアスラブリ広告は、モノマフケから派生した諸系統による争奪戦が行われた。また、ノブゴロド広告は、他広告の権力闘争等の時勢を鑑みつつ、外部からノブゴロド公が招聘されるのが一般的であり、その意味では、ルーシ全体と結びついていた。なお、 12世紀後半より、ゴロゲンという都市を首都とする広告が年代記に記されており、これをグロドノを首都とする広告とする説があるが、異論もある。分け両政時代のキエフは、キエフ周辺を領土とするキエフ広国の行政中心地であったが、ルー全域に対する政治的権限は縮小した。また、キエフを通り、西欧と中東を結ぶ、 交易路であったバリアーグからギリシアへの道が十字軍の活動の余波を受けて衰退したことによって経済活動の面においても重要性は低下していった。1169年北東ルーシのウラジーミル大公国のアンドレイはキエフを攻略し略奪を行った。アンドレイは諸公の中の最長老として認識され大公の称号を帯びていたが キエフを直接統治せずに弟グレプをキエフに置いて本拠地に戻った。これはキエフ大公位を諸公の年長者が有するという伝統的な原則が境外化したことを意味する。アンドレイはウラジーミル大公として本拠地であるウラジーミル大公国の発展に力を入れた。ただしキエフは依然としてルーシ最大の都市であり1169年の アンドレイの破壊以降も、南、ルーシの諸公にとって、キエフとキエフ対抗位は、魅力的な存在であった。12世紀後半から、モンゴルのルーシ進行までの間、チェルニゴフ公国のオレグ家、スモレンスク公国のロスチスラフ家、ガーリチ・ボルイーニ公国のロマン家の3系統が、キエフ対抗くらいの争奪戦を繰り広げた。キエフ対抗国領域が、政権的に分裂し、 諸公国が独立した時代であったが、依然として、ルーシの地を統一的なものとみなす概念が、以下の事象において存続していた。キエフとキエフ対抗異分量制時代もキエフは、長老の人税られる都市、母なる都市と称された。また、資料において、キエフの統治者を、全ルーシの公と記したものがある。キエフを中心とするキエフ公国はいずれかの系統の、 世襲領となることはなく、流陸朝一族全体の遺産とみなされていた。河野血統分量制時代を含むキエフルー式を通して諸公国の統治者である公は流陸朝出身者の身が付ける地位だった。また、分量制時代以前に比べれば、その意義は減退していたものの、12世紀末から13世紀前半にかけても軍事的協議の場として諸公会議が行われていた。 例えば、二百二十三年のモンゴル帝国軍の侵入に対して、キエフ大公、チェルニゴフ公、ガーリチコーラが、キエフで対策を協議している。文化キエフルーシキは、ルーシ一ー円が、キエフ不主教の管轄する単一の管区となっていた。ノブゴロド、スモレンスク、ポロック、スーズダリ等に、会の管区が置かれるなど、組織は複雑化していくが、キエフはルーシにおける、 正教会の中心地と認識されていた。なお、1160年代より、キエフ不主教は全ルーシの不主教の称号も冠している。また、各広国の住民は、自身を、ルーシ、自身の言葉を、ルーシの言葉と呼び、各広国で編纂された、年代記は、初代キエフ大公の活動とキエフに関する物語から書き始められた。諸広国の分立は、 各地での都市の成長、植民都市の形成、文化の発達、経済活動の活性化につながった。分け両政時代は、ルーシ全域の経済的発展を反映した、独立の政治、経済中心地が多数出現した時代とみなされる。ただし、各地への文言下は、ルーシ外からの侵入に対する防衛力の低下をも引き起こした。 1230年代のモンゴルの侵入とその後の支配がたやすく行われたのは、この政治的分裂にその原因がある。なお、モンゴルのルーシ信仰に限らず、分領政時代には、ルーシ北部、西部のポロック公国、プスコフ公国、ノブゴロド公国、スモレンスク公国等は、ドイツ騎士団やリトアニア人勢力の侵入に直面しており、また、ルーシ南西に位置する、 ガーリチ公国は、ハンガリー王国からの政治的介入に見舞われた。分け両政時代以降のルーシモンゴルのルーシ侵攻は、ルーシの諸公国の諸都市を蹂躙し、1240年に、キエフも陥落した。ルーシの東部、南部は、ジョジウルスの統括下に置かれた。その後は、リトアニア大公国が拡張し、同地を領有し始める。一方、北東ルーシでは、 モスクワ大公国が台頭し、徐々に周辺諸公国を併合していった。ルーシの再統一は、14から15世紀に、この2つの大公国に統合される形でなされる、ことになる。ABC 田中明智語、ロシア C1 から9世紀から17世紀 -132 ページ、ロシア原象年代期89ページ。 田中明智子、ロシア史1から9世紀から17世紀マイナス94ページ、ゼー。リバース、ゼー2009、田中明智子、ロシア史1から9世紀から17世紀マイナス93から94ページ、エビー・イワーマトール、ロシア史104ページ、イワーマトール、ロシア史114ページ、6605、ワダ・ハルキ、ロシア史61ページ、アレクサンドル・ダニロフ、 ロシアの歴史89ページ、6642、1982、ファイゼーイサ9、13、2003、3、ゼーーティ13、14、九1996、6から7、AB 田中明治号、ロシア市1から9世紀から17世紀マイナス -134 ページ、岩間通ルロシア市122ページゼー、トエ12、 1998-2000-169から 188ABC 田中明智子、ロシア市一から9世紀から17世紀マイナス -136 ページ、黒川雄二、物語ウクライナの歴史49から50ページ、岩間通る、ロシア市101ページ、6682、税1167から 1173? 岩間通る、 ロシア史103ページ、フォーティン、2 0 0 7 57、田中明千五ロシア史1から9世紀から17世紀マイナス126ページ、田中明千五ロシア史1から9世紀から17世紀マイナス137ページ、ABC 田中明千五ロシア史1から9世紀から17世紀マイナス127ページ、J、J、105から107、ファイ、 ぜ、ぜ、ありがとうございます。